こんにちは、太郎です。今回はシルエット写真について実際撮影しつつ解説をしていこうと思います。ちなみにシルエット写真っていうのはこんな感じのやつです。すごく好きな写真の撮り方で、適正露出では撮れないような写真も一つの表現として面白いと思います。今回も最後までご視聴いただければ幸いです。朝6時です、前回同様ですけど眠かったです。駅で人が行き交う中でのシルエット写真を撮りたくて大阪駅に来ました。あえて早朝としてるのは、日中だとあまりにこう人が多すぎて、人の映り込みやバランスがこう散漫になって、表現したいこう主題っていうのがぼやけるかなと思っての、行動です。街でスナップするときに、日中以外の早朝や夜間だと同じ場所でも雰囲気だったり、撮れる被写体、あとは撮りたい被写体っていうのは結構変わってくると思うので、ぜひカメラを持って、私じゃないですけど早起き夜更かしをしてみてもいいのかなと思います。まずここと決めた場所があったので撮ってみます。シルエット写真を撮るときは、背景に強い光がある逆光の状況を探してください。また露出はできる限りこうアンダーに持っていって、設定でシャドウとかを落とせたりするんであれば、その辺もしといた方がいいかなと思います。であと、設定なんですけど、同じ今回私はマニュアルにしてるんですが、絞り優先でも OK です。シルエットに対して背景ははっきりしていた方がコントラストを強調できるので、 F 値 5.6、ちょっと絞り気味で設定して状況に合わせて調整してみてください。同じ場所でもう一枚。これはシルエット写真とは違うんですが、ブレを入れるのであれば、シャッタースピード優先モードに設定してください。個人的には、レンズの焦点距離50ミリ前後なら、30分の1以下とかがおすすめです。この辺までなら、意識していれば、その手ブレっていうのもそこまで影響ないところに持っていけるかなと思います。ちなみに私は基本手ブレ補正がないカメラを使っているので、手ブレ補正ありとかのカメラであれば、もう少し速度を落としてもいいかなと思います。ただ極端にこうシャッタースピードをやっぱ落としての撮影の時は、どんなに意識してもブレてしまう可能性っていうのは高いので、保険の意味で、あとは後々狙った写真が撮れてる確率も上がるので、連写設定にしておいた方がいいかなと思います。ちなみにこっちも自分はマニュアルにしています。ブレを入れたりしつつシルエット写真を撮るとか、撮影意図がこういくつかある場合はマニュアル設定にしていた方がいいと思います。なんとなくこうマニュアル設定って敷居が高い感じもするんですが、いろいろな表現や意図を詰めていくのであれば、ぜひ積極に使ってみてもいいのかなと思っています。デジカメであれば、フィルムと違ってお財布へのダメージも、そんなにないかなと思いますので、今回私は X Pro 3という富士フィルムのカメラを使ってるんですが、カラークロームブルーという、色彩に関わる、機能が搭載されていて、それを使った場合とそうでない場合の写真も比較で載せてみました。青に対する色味が深くなるので、空とかの階調を強調したい時に使うといいかなと思います。今回は早朝でこう澄んだ空気感の中での撮影でしたので、全体的に青を強調しています。今度は水面の映り込みも入れて1枚撮ってみます。これは反射した水面の映り込みや写真全体の色の階調も強調したかったので、人のシルエットなどは、先ほど真っ黒にはしていません。今回はシルエット写真についてお話ししてきました。簡単な実用であれば、強い夕日朝日の逆光がある中で背景に露出を合わせて、バックの景色をこう綺麗に写して、前面に人とか、そういうシルエットを入れてあげると印象的な写真になるかと思います。もしローで撮影することが可能なカメラであれば、ローで撮影しておくことをお勧めします。ロー現像前提であれば、実際に自分が作りたい写真のイメージよりもちょっと暗めに撮影しておいた方が、後で編集するときとかは調整もしやすいです。あとサムネイルに貼っていた写真は、以前原宿で撮影したんですが、街頭ディスプレイの強い光とガレージのこうストリートアートに露出を合わせて、あとはもう真っ黒にします。
まあ、こういう街中で逆光を探してみるとか、まあ、いろいろ視野を広げて街を歩いてみてもストリートスナップがより楽しくなるのかなと思います。このチャンネルでは写真撮影、カメラ機材などについて今後もいろいろと発信していきますので、ぜひ次回以降もご視聴いただければ幸いです。動画の中で改善した方がいい点や不明点、要望など何でも結構ですので、コメントなどいただければ嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。